ゲシュトップ、はいはい、で一回あの岸上さん来ていただいた時に、はい、もう教えていただいたんですけど、はい、岸上さんはどちらかというとあのもう月光だけ突っ込んだら、であのこの手首のここまでベタッとつけて、ビーって鳴らしたらとおっしゃったんですけど、これはマジェルさんのプロを見ると、こう方がいいんじゃないかというプロだったそうですね、そうですね。手の大きさにもよるっていうところはありますね。今回結構曲目の中に、あの出てくるショップ、他の曲でもありまして。まあその、もちろん個別の事情、次第なんですけど、とりあえずある程度一般的に言えることは、ゲシュトップがうまく吹けてる時の吹き方をオープンで吹くと、ベーって音になります。ビヤーっとした音が鳴ってる吹き方がゲシュトップだとピーってなる。だから吹き心地違うはずですよ。同じような息遣いでゲシュトップやったら、なんか音の居所がない感じと言いますか、実はそれ一つポイント。で、右手がこのベルの穴を、蓋できればゲシュトップになっちゃうんだよね。蓋するにあたって僕の手だったらそんなに突っ込まなくてもできる。岸上君の手ちょっと細かった気がする。そういえば彼の方もう少し入れる必要とかある。出口を塞ぐで、あのベルのこの中のなんていうの、広がっていく円錐のこの体積を歯の詰め物みたいに手で詰めるって思ってるのが一番大変なんじゃないかなって気がします。どっちかというと出口に蓋をする。入れたらここが赤くなる、赤くなる。ちょっとじゃあ、一回ゲシュトップを吹いてみてもらっていいですか。綺麗じゃん。めっちゃできてる。なんかこうもっとでかく。これは F 管の 1,2 番で吹いてるんですか、はいはい、この高さ、ベー管の方が吹きやすいかもしれない、うん、あのチューニングベーの上の F より上は特にハイベー付近とかになってくるとベー管の方が吹きやすい場合あると思います。あ、うん、ピッタってやすい。ちょっとじゃあ F、ベー管の1番で、出やすいですよね、うん、できてますね彼女は。一応ちょっと右手の代わり試みますね。ベーカンでどうぞ吹いてください。2番です。1番。自分の手で鳴るところとか入れ具合をちょっと探してみてください。はい、グーで。まあありっちゃありですよね。今グーでやったらやりやすかった。やりやすかった。そう、まあ最初もゲシュトップの音で鳴ってたのでしっかり密封はしてたんだと思うんですけど、結構多分手をこうして詰めてた。でもこれってむしろ何、壁から離れていくことになるの分かりますか。塞ぎたい場合、実はちょっと目的とずれてるというか、音の出口をいかに密閉密封するか。よくある間違いが今言ったように、詰めようとするあまり手を細くして隙間作っちゃってるっていう。他の曲で、ホースに下の杖でゲシュトップ書いてあるんですけど、はい、それはもうやらないということでいいですか。ゲシュトップ、まあ、低音のゲシュトップはちょっとやっぱり感覚が変わってきて、プロでも下吹きだけど体格が小さい女性とかが
あのペダレフとかをゲストップするときによく使ったりとかね。チャイコフスキー出てくるんですよ。チャイコフスキーで、まあ、フィスをフォルテッシモで、悲壮で、わーって、なんか変な吹き方すると、フォルテッシモにはならないですね。ならないって言い切れないけど、ちょっと別世界かもしれない。ただ本の世界のもうよくある練習法で音出しをゲストップしながらやるっていうのは昔からいろんな人がやってる抵抗をすごく作って息をこうウォーミングアップトレーニングするっていうで下に向かってタリロロリロロロリ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 ロロ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 とかそういう音形で半音下げて半音下げて言って言わそうとコツらしきものやるとしたらベンディングってわかります？一回教えていただきます。あれっぽくすると低音のディションがやりやすくなる場合です。でそれっていうのはちょっとあのここに書いてなかったんですけど、低音のタンギングにもやっぱり有効ですか？ああそうかもしれないですね。ベンディングってアパッチョは開くじゃないですか。だけどこの辺緩まないアパッチョはこう